ではどうぞ席に着いてください。ヨハネの14章。ノートを読みながら来てもいいですし、自分の聖書を開いてくださっても大丈夫です。 天のお父さん、イエスの皆によって感謝します。 神の御言葉、私たちが生きた理解を受け取ることができますように、聖霊様にお願いします。私たちに生き生きとした理解を教えてください。与えてください。一番重要な教え、イエスが与えてくださった教え、ヨハネの14章のことに対して、聖霊様の臨在を感謝します。教えてください。聖霊様、あなたが私たちに教えてください。私が語っているときにも私に教え、そして人々に彼らが聞いているときにも、私に教えてください。 言ってください私が言ってることと全く違ったとしても聖霊様からの啓示が当たられますようにイエスの皆によって祈りますアメン今夜はセッション5になります 三密体の神との親密さ、ヨハネの14章、私たちの次の楽器はヨハネ15章、話しますけれども、また次の楽器に16に行きます、そして17に続いていきます。皆さん知っている通りに、このコースは一節一節、本当に細かく語っていくところです。 1一番のところなんですけれども私いつも復習をすることを大事だと思っていますから思い出すことで考えの流れ方ができるんです。A のところから「イエスは言いました私たちがよろしく覚えたところですねそれは心を騒がせてはならない。 とということあなたは神を信じているのだから今私はその今という言葉を足しますけれども私に対してもあなたが神を信じているように信じなさいと言ったんです27節に行きますけれどもあなたに挑戦的な平安を与える、えー、前のセッションで話しましたフィリピンの4州にあります6と7ですけれども心と思いを守る平和と言っていますとても素晴らしいものです特権ですけれども私たちにアクセスがある 思いを守ってくれる平和。本当に否定的な考え方がありますね。そして心を守ってくれる平和。その感情的に嵐のようになってしまうところから守られる平和。人間はとても感情的になったりとか否定的な思い、考え方を持ってしまうのは簡単なんですけど、そこから守られる平和ということです。イエスが言ったのは、あなたに心と思いを守る平和を私は与えることができる。そしてこう言ってますね。あなたの しなななければならないここととは私を信じることそれは、あなたの心を心配や恐れに支配させないことですと私たち2、3回繰り返しているので、もう1回だけ短く言います。イエスが強調しているのは、人間としてという状況に対して、抵抗でできるるとということを語っているんですね否定的な思い、また否定的な感情に導くものはあるけれども、人間なので、でもそれをえ退けなさいということ、そして私を信じなさいということです。 前回のセッションからの復習ですけれども、イエスはこう言っています。私のことも信じなさい。これは福音の説教ではないですね。ここ見て分かると思うんですけれども、ここではイエスを信じて、心をイエスに捧げて、申請しなさい。そうではなく、とても具体的に語っていますね。私を信ぜよということを言っているんですね。イスラエルの多くの人々、その初期とかパリサイ人たちは信じていました。モーセの神を信じていた。ですからイエスは言ったんですね。あなたの目でモーセの神を見たことがないでしょう。でも 今あなたは信じてるしこの生贄とかいろいろなルールとかに従っている見えない神イスラエルの神を信じているだろうと見えない神にあなた方は信仰を持っているだからイエスは言ったんですねあなたは イスラエルの神でもあなたは今私をこの肉を持っている姿を見ているから信じているけども明日以降私もあなた方からは見えなくなるあなたは理解できないといるけども私はこれから死ぬわけであって私の約束を私の父の約束をあなたが旧約聖書から信じているように信じなければならないそのことが違ってくるあなたを理解しなければならないあなたが私を見て触れるからそれだけで信じているならば明日以降は変わってくるとイエスは言っているんです。B から話します。 4つの中心的となる各の真理のことなんですけれどもこれはいろいろなところから適当に選んでいるところではなくて戦略的で重要な4つの真理彼らが信じるためにイエスの教えこう言いましたね私はもう猿から今あなた方に話しているこのことを信じなさい。 これはあなたにとってこれらを信じることは自然ではないだろうあなたの生まれたままの人の思いをこれらのことを無視したいと思うですから例の筋肉を働かせてあなたの思いをこの真理に沿わせなさい配列しなさいヨハネの141516もっと多くの真理ありますけれどもこの4つの中心となる真理核となる真理から語っています弟子たちは「あああなたを信じてます」と言ってるんですけどもでも 私が見えない、いないとあなた方が感じる時に、この4つの真理に寄りかかって、その心配があなたの思いと心を支配することを知るぞけなければなりませんと言ったんですね。真理の1つ目、私の父の家、これは新しいエルサレムのことです。2つ目、私はあなたのために場所を準備する、私の父の家において。私たちはこのことを知っています、何年も聞いてきました。 でもこのことはとても劇的なアイディアなんです。ユダヤ人の人が父の家イスラエルの神の家を保証することができるですから人々はどういう意味なんだろうか保証されるのかどういったことだと思ってたでしょうでもイエスが言ったのは次ですけど私はもう一度来るしえ心理3つ目ですけどもポイントは4つ目ですね。私がいいるるところにあなた方もいるたもめです 私と共にあなたにいて欲しいといてしととうことなんです私たちそのことを知ってますよ。でもあなた方はこのことを信じないでしょう。そんなに簡単には分からない。私が見えないときにはあなた方は信じないよと言ってるんですね。でたちもまだ分かっていたかったんです。1つ目、戻りますけどもあなたの心は騒ぐかもしれないけどもでも信じなければならない。 あなたが父の家に永遠にアクセスがあり招待されているそして場所が保証されている父の家新しいエルサレム私たちはこれらの真理によって自分たちの人生について解釈することが必要なんですもしそれができなければもしそれを知らなければ例えば何億年もあなた方は私の父の家で素晴らしい喜びと楽しみに満ちて住むそのことが分からなければ心や思いを支配しようとする考えとか感情の中において正しく 人生を導くことはできないでしょう。今のですね、キリストの体に対して見てみましょう。今日の教会というのはこの真理の中に根ざしているとは言えません。その否定的ではありませんよ。助けになろうと思ってるんです。私たちの心が簡単に心配してしまう。なぜならば、私たちの使っているレンズ、例えば過去何十年間、何年間、過去何十年間、何か起こったかというところから見ているんです。でも、イエスが言ってるのは、 あなたが全体像を見ていないならば、あなたが目の前だけを見ているならば、あなたの人生の99%以上は実は父の家で過ごすんですよということを知らないならば、 見ていないなならばプレッシャーなどを正しい視野を持って見ることはできないですよ。かえってそれがあなたを沈めてしまいます。2番目、私はあなたのために場所を準備する。それは十字架によって準備します。彼らはそれ理解できませんでした。イエスがよみがえってから彼らに会ったとしても、3回ぐらいエルサレムに行く途中で会ったけれども、彼らは分からなかった。彼らが理解できなかった理由の1つは、 偏見がありましすでに決められたような救い主という人は殺されるはずがない敵に捕まるはずがないそんなことが起こるわけがないと思って見ていましただからイエスが彼らに何回も言っていたけれどもその偏見によって、まあ、それは聖書的な偏見ということで,できるかもしれません前提ですけどもそれが彼らの理解する能力を妨げていました。 イエスが十字架に行くそれは父の家を準備するためだと言ってもいやそんなことはないよ救い主が来たらローマをやっつけて私たちを溝に一緒に座らせと共に治めるのではないのかそのように前提がありました3番目私はあなたのためにやってくるしばらくの間ですけども彼らはイエスが弟子たちのために来ないのではないかととても恐れましたそしてイエスが彼らのところに来た時に違ったんですけども イエスは1回か2回です、ね、私たちは分からないけれども現れたかもしれません呼び返りの体によってあの40日間5日間の後現れたかもしれませんでも信じなければいけないのは私があなた方のために来るということだということなんですこの世の終わりにも来るでも同時に例によってやってきたあなたの心に触れるあなたに語る 私が見えないということをあなたは信じなければならないということです弟子たちは分かっていると思ったけど全然分からなかったんだろうなと思うんです四つ目なぜ イエスが十字架に行かれたのかという理由ですそれは私がいるところにあなた方も下ろせるためですあなたが私と共にいたいと思うよりも私はあなたと共にいることを望んでいますというのが真理なんです敵は私たちに言いますね神は私たちを忘れた神は私たちと共にいることを願っていないでもイエスが言っているのはこの真理にあなたはしっかりととどまらなければならないあなたが共にいたいと思うよりも私があなたと共にいたいということこの四つの中心的な真理もうセッションの二と三で話していますけど ですですから私たちはあんまり早く進んでしまうことはできないこの4つの真理をしっかりつかまなければならないんですねこれによって私たちは主とつながるべきなんです2つ目ですけれども今1と3のところ話しましたが次に行きますけれどもトマスが質問をするんですヨハネ14章3つの質問がありますけれども 聞かれたことが3つありますトマ,トマス、フィリピユダイスカリオトではないユダが質問しますけれども3つした質問があります。それは後で見ますけれどもトマスが言ったこと4節なんですけどもこう言ってます。例えば偏見がある思いの中に偏見、まあ、いわゆる聖書的な偏見というものですね前,前提です。 彼らの計画とか想像によってフィルターをした聖書の解釈ですね。ただシンプルに聖書を読んだものではないものなんですで。イエスはそのことを彼らに示したんです。彼らが分からなかっただけなんです。私たちは自分自身もそうですね。偏見がありますね。聖書とか神様の憐れみ、裁き。 導きリバイバル私たちはとても強い偏見というものがあるんですある人たちはある人よりも強い偏見があるでしょうもう前提とか自分の見解があるんですですから主が言っているように感じるんですけれどもあなたは私が言ったことの方に近づいてきなさいその流行っている会話そのクリスチャンのコミュニティの中でなく私が言ったことをしっかり見てくださいというふうに主が語っていると思います私の行くところにあなたも行くんですそしてどうやって行くか あなたはそれを知っています。私はすごくはっきりと言っています。あなたは知ってると思わないけれども、あなたの前提があなたの理解を妨げている。私はあなたにはっきり話した。あなたはその端のところにいる。私の言葉に戻りなさい。他の人の言葉ではなくて、あなたはすでに知っているだろう。とイエスは言ったんです。トーマスは言いましたね。主よ私たちは分かりません。 もちろんイエスは知っていました。トマスは言いました、ね、あなたがどこに行くのか知りません。どこが執着地なのか分かりません。彼らの想像というのはイエスは何ヶ月か何週間かどっかにいてしまうというふうに考えていたんです。 はっきり分からなかった私たち後から行ってあなたと会うことができるんでしょうかまた違う町とかアラーノで会えるんでしょうかあなたがどこに行くか私たち分かりません道も分からないし方向も分からないイスラエルの中の違うところに行くんだとこの時弟子たちは思っていたんですどこか違う地域で後で行けるかもしれないと思ってたけどそれが分からなかったイエスは言いましたね言わなかったけど言っていたトマス 弟子たち人たち考えなさいあなたの偏見を捨ててしまいなさい。 私はすごくはっきり言っています。私がどこに行くか語ってるよと言ったんです。ですから、4章がすごく重要なんです。これはとてもこう覚醒させるような表現です。人間の心に語っているものです。見言葉を読んだ時に自分たちの前提とかですね、計画とか、みんなありますね。人間としてそう言って生きているんですけど、でも、私たちがイエスが言っていることを意図的に聖書からシンプルに取らなければならないということを語ると,いと思います。 この福音ということがその特にアメリカの中ではアメリカンドリームの福音と言ってしまいたいんですね。これが過去数十年にすごく広がっているんです。それらは聖書では見つからないんです。それはアメリカ人の人のまあ夢そのアメリカの夢を追ってきている人たちの心から出てきたものであってでもそのレンズを使って読むと私たちはその聖書が曲げられたりとか無視されたのが分かるんですね。ですから主がここでとても警告的に語っていると思うんです。 イエスは言いました。私は父のもとに行くと。3度エルサレムに行く途中でイエスは言いました。私はエルサレムに死ぬために行くと。十字架で死ぬために行く。私は苦しむ。拒絶、死がある。私はあなた方のそのことを語っていた。でも弟子たちは、いやダニエルの7章、人の子は雲に乗ってきて治めるんでしょ。私、そっちを信じますよというふうに弟子たちは言ったでしょう。 でもイエスは私はあなたに語った自分がどこに行くかいやでもイエスはそんなことになるわけがありませんよあなたの素晴らしい勝利があるんでしょうそうに違いないですよそう思ってたと思うんですでもイエスは何度も言いましたよねヨハネ13から17ですけども私は父のところに行く見えない父のところに行く天の父のところに行く私はそこに行く 弟子たちは、ああ、でも帰ってくるんですよね。というふうに言ってたんです。分かりましたよ。あなたはどれくらいそこにいるんですかそう言ってたことでしょう。トーマスは、他の人の代表で喋っていたな感じですね。ご説。私たちはって言ってますからね。私たちは分からないからと言ってるんですね。全然分からない。弟子たちは、あなたがそれを聞いてよかったよと思うかもしれません。あなたがどうやって行くのか分からない。私たちもイエス様が行くところを知るべきじゃないかなと思っていた。 だだからトマスはそのこととを語ったんだと思います私たちと言いましたね。私と言ってないんですね。弟子たち全体をまあ代表した感じで言いました。多分その前の会話が何かあったと思うんですけども、私たちはあなたがどこに行くのか分からないですよ、正直に言って。 父の家にどうやって行くんですかでもイエスはあなたが私たちに言われたことはヨハネの2とか最近言ったことは神殿が私の父だとあなたは言ったそして木曜日イエスが金曜日に亡くなる前に火曜日2日前。 ですけども神殿が壊される話をしましまたねということはもしかしてあなたは新しい神殿をどこかに建てるということですかもしかしたらあなたは行かれるところそれはもうセの幕屋シロというところにありましたけどもその場所ですかもうセの幕屋があったところどこですかどこにあなたが行くのかはっきり教えてくださいよあなたがどこに行くのかといったら私たちが生き方を探せるかもしれません。その イエスが死ぬということ、そして彼らからいなくなるよう一時期ということがまだ信じられていませんでした。イエスはまあ物理的にもその弟子たちの前からいなくなるということでしたね。そして、ユハネ8、私の行くところにあなたを来ることができないと言ってますね。どういうことだろうと思ってたんですね。 でも大丈夫ですよとイエスは言った私たち行くことできないけどあとで私たち行きますかそれともあなた帰ってきますかと弟子たち思ってたんです C のところトマスははっきりしてくださいと思ったんですどこに行くのかということ私とこれは解釈なんですけども違ってるかもしれませんけれども神殿が壊されるのかな火曜日に言いましたその一つの石も残されることはないと言ってましたその神殿というのは父の家父の家に行くんだろうか自分たちはどこですかあなたはどこに行きますか 何か隠されていることがありますか私たちが知らないことがあるんですか父の家ってすでにあるんですかあなたがそれを建てますか何かその数とか建設のことを準備しているんですかそのことですかソロモンはすごくたくさんのものを建築のために準備しているけどあなたは何か持っているんですかトマスと言いました。私たちは分かりません。私たち何が起こっているんだろうかあなたが言ってしまった後に。何週間かですか何ヶ月ですかそれ以上長いですね。どうなっちゃうんですか私たたちあなたを愛しているしてる人生をあなた 下抜きにいるのはちょっと無理ですよ。あなたがいないことなんて想像できないとトマス思ったでしょう。父の家に行くという町どこですか？どういうこと、もうとにかく教えてください。そう思ってたでしょう。うでもイエスははっきり言いますね。私は父の家に行きますと言ったんです。ヨハネ13。14。16。17で言ってますけども。 私は道であり、真理であり、命なのだ。私のもとに私を通して以外に行くことはできない。そう言っています。父のところに行く、あなたは確かにそう言ってきましたね。でも、主よ父は天にいるんですよね。あなたは短期間で行ってくるんですか短い旅ですかどれぐらい行くんですかえ、ずっと行っちゃうんですかまあ、教会のことを考えたら2000年ですね。 イエス様はままま再臨しててせんから2000年は経ってます私は道であり、真理であり、命なのですと言っていますけれどもイエスは少なくとも6回私はというふうに語っています。私はというふうに言っています。道、真理、命ですと言われています。 この歌詞を私たちは深く知る必要があります。本当に、えー、たくさんのことを適用できる心理で満ちています。1つのこと、このことをちゃんと見てほしいんですけども、E のところに書いてあることなんですけど、私は父のところに行く、そして私が父のところに行く道であり、父についての心理なんです。イエスが言っているのは、あなたが父と親しくすることにおいて、 それがあなたが心が騒ぐということに勝利できる方法だと言っているんですそれは結果的にこうなりますという話をしてるんですね F のところから話しますけれどもこれは一行の表現ではありませんでもシンプルな短い祈り でて覚えていますか私、多くの心理に適応することなんですけども、感謝します、もっと見せてくださいということ、イエス様ありがとうございます、もっと見せてくださいということ。そのように始めるならば、あなたがそれ以上知らないかもしれないけれども、あなたが死んでいること、感謝します、もっと見せてください。あなたが命であること、どういう意味ですか、もっと見せてください。これらの中心的な心理に対して、感謝します、もっと見せてくださいということを祈っていきたいと思います。1つ目の心理から話していきましょう。 イエスが言われたのは私が道であるということイエスの死というものは道を作りました私たちが父に今入っていくということですねうちに住む御霊によって父に私たちはつながることができますそして何億年もの間私たちがよみがえりの体でその父の家に物理的に住むんですでも今であっても父への道があるんです イエスの死は道を作ったそれは私たちの罪の代価を十字架で払ったということですからその死によって全ての妨げ私たちと父の間にあったものを取り去ってくれました御霊が今あるので私たちは自由に道の前に行くことができますそして今は御霊によってそして今度私たちの地上の時間が終わった時に私たちはよみがえりの体を持って永遠に父の家に住むんです B のところから。 イエスは十字架に来ました、それは整える、または保証する、父の家を保証するためでした私たち、みんなそれを知っていますが、でも、私たちがつまずいたときに、敵が何をするかというと、要塞を作るんです、それは在籍観、非難すること、恥、嘘それを信者の中に作ってしまう。 私たちは知ってはいるんですね。イエスが私たちのために道を作ってくれたということ。知ってはいるんです。でも、在籍会に恥が来た時に、非難が来た時に、私たちは偽善者のようになってしまって、あ、もう終わりだ、何もできないと言ってしまう。でも主はそれらの 問題心配によってあなたの心を支配させないでくださいというんですね私はあなたのために道を作りそれは保証されているもうこれは完全に決まっていることだから誰もあなたをその場所から動かすことはできないと言われているんです多くの人々。 宗教的な人たちはイエスは殉教者殺されたように考えていてそしてそれで敬っているんですけれどもでもそうではないんですイエスが死なれたのは罪のない意見に私たちの罪のために死なれたんですから。 イエスが十字架にご自身で行かれたということ。父がイエスを送り、そしてイエスは十字架にご自分で行かれたんです。イエスはこう言いますね。悪魔が勝ったから私が負けて十字架に行ったわけではない。私は天使たちの軍勢を呼んで、ロイマヘたちをすけることもできた。でも、私が十字架に行った。私の命を私が捧げた。殉教者ではなく、生贄として、神の裁きの場において、あなたの罪の代価を支払うためであるということ。罪のないもの。 がが罪罪罪罪を取りり有有ととととななそののここにによって有罪の者が無罪になるということ神の裁きの場における交換なんです。ある人たちはそれが分からない。ローマ書、三章第二コリント、多くの場所はすごくはっきり言ってますけれども、神の裁きの場、神は罪を見逃すことができません。清い神は罪を見逃すことはできない。ああ、もうしょうがないよ、そんなことは言わない。清い神は 義なる神正しい神ですからその罪の罪罪たたためめににを取り除くためには支払いが必要でしたそこには裁きのばかるということは義が必要でしたから神は愛なる方なので罪のために支払う方法を見つけたそのことによって義が行われたそして神の器用さが。 清くないということによって影響されることはなかった。清くない者は清い神の前に住むことはできません。ですからイエスは道を作りました。罪の代価を支払われたのです。人にも理解できないことなのです。この神の義ということ、裁きの場ということに対して、一人の人が死んだことによって全人類が救われるということ。黙示録。私たちも書いていますけども、それが起こったことなんです。多くの人たちはそれを討論するし、それを好んではいませんけれども、でも、救いの道、方法はそのようだと聖書は宣言しています。 私たちの負債を支払った私たちはこの負債を支払うことができなかったんです神の前においてこう言っています私はこの場所をあなたのために保証する整えるそしてあなたのためにもう一度帰ってくる精霊によってあなたに来るけれどもでも最終的に あなたが死ぬにあなたのところに来る私ははああなななたたを残していい死ぬでさえもの霊がどこに行くのか分からないで父の家に行き着くことができないそんなことがないようにあなたが死んだ時に私は個人的にあなたのところに迎えに行くあなたが父の家に父の前に連れてこられるようにする私が来る精霊によって今あなたの中にいるけれども私があなたを迎えあなたを父の御前に連れて行く父の家に連れて行きます 過去2000年間に死んだクリスチャンたち、何百万人でしょうか。死のところから話します。イエスは、個人的にそれを見ていて、導くんです。エフスコートするんです。父の身元に導くんです。時に人々は臨死のような体験をして戻っていきますね。そういう説の話をします。 イエスがその死んでいるるところになってくる私が読んだ多くの臨死体験のところでは信者の時には天使たちがエスコートするんです天使はイエスの大使として連れてくるんですねそしてクリスチャンたちはイエスのところに連れていかれるトンネルとか何かそのようなものを通っていくんです私たちはこの死んだ時にも自分たちだけで残されないんです これれは少し奇妙だと思うんですけれども多くの未信者そして信者の中にも少しいるんですけれども死んだ後にどうなるのかを恐れる自分の霊が本当に存在して生きているんだったら自分がどこに行くのかどうやって分かるんだろう私が死んだ時にと考えるそうです私はこのことをまあ長い間にわたって数回は話してきましたそして人々が聞くことができるようにと思ってきたんですけれども その死んだ時に何が起こるか臨死体験ということでしょうか死んだ時に何が起こるかということ過去の40年間私がいろんなところにいて70年代80年代90年代いろいろな町に行っていましたですから書店に行った時に書店の店員に聞くんですその天の幻とか私はそれらを全部信じているわけではありませんけれどもでも 繰り返してて書かかれていいるることがいくつかあるんですその繰り返されている事柄何度も何度も何度も違う国とか年齢とかそういう人たちが見ていることを言うんですね。私のとても好きなところは例えば一つ例を挙げましょうある女性が車の事故で亡くなり彼女の霊は彼女の体を去っていたそしてとても彼女は生き生きとしていた彼女が死んだということを気が付いていない。 これよくあるんですけれども共通してるんですけれどもあその人床に倒れてる人血が出てるよ私に似てるけどどうしたんだろうそう思うそうですそして自分が死んでしまったということえちょっと待ってこれ私だよっていうことに気がつくのに少し時間が必要なようですそれも興味深いんですけれども死というのは ある意味簡単に送ることなんですね。そういって素早くやってくるんです。その死ぬというです、ね、プロセスは瞬間的なものですから、でも信者は瞬間的に栄光に入りますね。私はもっとこれが大変だと思っていたと思うかもしれません。そして栄光の中に行ったら、例えば先に死んでる親戚とかを見つかりたちを見たり、わお、これは驚くべき素晴らしいことだ。でも順応するのにちょっと時間がかかるそうです。そしてその人たちはこういう質問をするかもしれません。 この生きている霊はどこに行くんだろう例えば車の事故があった人はそこに立っているんだけれどもでも人々から彼女のことは見えないとかある時は天使たちがそこに瞬間的に来ているかもしれないし先に天国にいている親戚とか家族が来るかもしれないこう手を招いているとかたくさんのストーリーがありますけれども。 彼らの前に先に亡くなっている信者たちがニコニコしながらこっちだよと言っているかもしれないと時にはイエスご自身かもしれないそんな話がありますねしかし時にはその死にたての方はどこに行けばいいのかわからないでも主が言ってるのは私はあなたのために来るそれはあなたを私の場所に連れて行くためだから心配しないであなたは迷わないですあなたの必要を満たされている細かいことは私が知っていると言うんですね私たちは主を信頼することができます 私たちを父のところにイエスを連れて行ってくれるんです例え話を使って説明したいんですねあなたが外国の大きな町に行ってそして空港を出てでも自分は誰も知らないし も知らないだから誰か人に「自分がここから1時間ぐらいの,端の町の端っこの反対方向に行きたいんですけどどうやって行くんですか?」聞いたら「あっち行ってこっち行ってそっち行って37箇所ぐらいのこう曲がったりとかまっすぐとか教えてくれてでもそれじゃなくて「私の車に乗ってください私があなたをその場所まで連れて行きますよ」って言われるのはどっちがいいですかイエスが言ってるのは「心配しないで私はあなたのために全て準備してますからあなたをちゃんとその行きたいところに連れて行きますよ」 あなたに保証してますよ。そして正しい時に連れて行きますよ。だから心配しないでください。あなたがこの意向さえも命から死に移るということさえも楽しむということを覚えていってください。だから信者は死を恐れなくていいんです。私たちの自然な思いはそれは神の言葉を知らないから死を恐れるんですね。神の言葉によると死というのは命から死に移るのはあっという間で栄光に満ちているものなんです。そしてその臨死体験をしたという人たちの話を聞いてもすごく驚くようなストーリーなんです。 イエスは言いました私は道であるそれは私の死を通して私が道を作ったと言ってるだけではなくて私はあなたのために道を作ったもちろん言っていますけれどもそれ以上のことを語っているんです。なぜならばこう言ってますね。私が道で道ででああるる唯一の 私の上に。それは、私が死んで道を作ったからあなたが届くだけではなくて、道を作ったなんて私が道なんです。そして永遠にそこであなたがいることの保証はされています。私が道であって、私はあなたを愛し、私のその決断は変わることがないからですと言われるのです。私はすべての詳細を知っています。その人を満たしています。私が道なんです。そしてあなたはそこで永遠に臨済の中で、 過ごすすすこことができままそしててイエスはこうも言っています4つ目ですけども私が真理であるということ。イエスは真理を明らかにしました。それは神がどんな方かということです。イエスが明らかにしたのは真理それは 神がご自身の民とどのように関わりまた共に歩むかということ残りのヨハネ14章たくさんそのこと書かれていますけれども細かく書いていますそれはイエスが言いました「この真理を信じてください」ということです「神はあなたとこのように関わります」他の中心的な核となる真理という話もしてきましたそれらは私たちが2節3節で始めてきたことの一部でもあるんですけれども これらはもっと一つ一つのこととに対しての理解を与えてくれると思います D のところから話しますけれども神についての真理また人類についてそして天使について悪霊について悪魔について過去についての真理 将来についての心理過去と将来そして人々町そして国々についても真理をしているんですすべての真理をしているんです否定的なもの肯定的なもの真理をすべて知っています神があなたを見るそれはイエスの十字架の血潮を通して神がどのように見ているかということも知っていますイエスの十字架と血潮のレンズを通して見た時のあなたの心理イエスが言っていません私が真理なので私とあなたが 交わるならば真理はあなたの心の中に入っていくと C から話していきますイエスの前では真理が現れるイエスが真理だからですこれは奇妙な表現かもしれないんですけれども私たちがイエスの前にその日に立つ時に全ての人悪魔 天使たち信者未信者全ての人がイエスの臨在の前に立ちますけれども真理を知っているだけではなくてイエスは真理そのものですからその主の臨在の前に立つ人はその中の人の真理その真実であることが出るんです多くの聖書家所にこう書いてありますねあなたが私の前に立つ時にあなたが何かを提案できる提示できると思わないでくださいと書いてありますあなたが誰かということが 公に現れるんですねあなたにとっても人生で一番最初にはっきりと見る時かもしれません他の人々にもまるで分かるように見えるイエスが言ってますね私は真理であるですから欺きというものは私と前には存在することができないある体験をしましたあまり横にそれたくないんですけれどもうんと昔78年の11月です私はとても劇的な体験が神とともにありそれが23歳の私を完全に変えましたイエスの 目の前に立ったんです主が私を見て私の人生を見て 全て私に関することの真実が出てきたんです。キリストにあるあなたが誰かという真実もそうですね。否定的なことばかりではないんです。あまり詳しいことは話しくないんですけども、毎日といったら大げさになるんですけども、大体週に1回とか週に2回ぐらい、40年間このことを考えます。それぐらいの劇的な体験でした。ででもほぼそれぐらい考えてしまうことなんです 主の前に立ってセ霊様がすごくはっきり言いましたイエス・キリストを誰も操ることができないどのような事実でも紛られることはないどのようなことであってもその真理に100%立ってるここは真理の目の前であるからだ神の名句によって神が私たちにとって誰かという真実もあふれてくるんですこう言いましたねあななたが悔い改めるならば 私の記録の書から消し去ろうあなたが心から食い止めるならばでもその討論をしようとするならこれが例えばこれはいい大丈夫だよこれは真理でねこれは真理じゃないあなたがそれらのことをするならばあなたが私の前に立った時にそれはあなたが欺かれていたということの証拠になりますと言われました。 私は人々に仕えてきました。過去何十年にもわたって。ある方たちは特にインターネット上の場所で多くの人たちが集まり、1万人とか集まって同じアイデアを信じる。それだけの人が集まれば、それで OK というふうに思ってしまう。ですから、物事についての考え方が緩い、例えば不貧困について、いい加減だったり、酔っ払うことだったりとか、またはそのむさぼりについて、分裂についてなど、いろいろなこと、多くの事柄、人生の 問題それに対して私たちが見てそれを悔い改めないならばでもそれを見てでもこういうことになってるんだよ今はっていうならばそれが神の恵みだと言ってるかもしれませんでももしはそうではないあなたが彼の前に立ったならばと言うでしょうイエスが御言葉の中で言ったことだけが真理なんですもしあななたがそれを悔い改めるならば 神様ののの記録の書からそのことを全ての罪信者として私たちは悔い改めないことに慣れてしまって議論してあれは大丈夫だよこれは大丈夫だよ他の人でやってるのも見たよと言ってしまうならば私たちが悔い改めないことに慣れてしまっているならばそれを私たちが神の前に立つ時の会話に入るんです。私は信者が 天国に行けないというわけではないんですけどでもパウロが言ってるみたいに信者であっても結果的に受け取れるはずのえ報いを受け取れないというような決断をしてしまうということなんですですから私が誰かを悪口を言ったりあああの人はあんなひど目にやってるけどそれふさわしいんだねとかそういうような会話をしてそれいいと思ってるんですかああ主よすいません私言うべきではありませんでした主よあ間違えました失敗しました止めるべきでした と言ったら主はそれを聞いてくださって消してくださるので後の会話の中には入ってこないんです主が真理なんです私のポイントはその本にも書いてあるんですけど私たちがそのことを罪を保ってしまうならば後の会話にも入ってしまうんですね救いを失うとかそういうことではありません私が言っているのは信仰から離れすぎて信仰を否定してしまうということがあるということ 私は神の前に自分が立った時に第一コ婚ントの3の15のように救われているけれども損害を受けますがその人は火の中をくぐるようにして助かりますとはなりたくないんです。 信仰の価値を取りなさいあなたはクリスチャンの文化の中にある議論することを離れなさいそれは多くの場合妥協するとか心地よいと思われる方に走ってしまう「あの人たちはこんなことをやったらでしょだから大丈夫だやってもいいよね」というふうに導いてしまいますでも私のことはそうは言ってない私が信じてあるとイエスは言ってるんです。 私は愛についても真理であると主が言ってるんですね例えば愛ということがどうかということに関して多くの議論がありますね唯一イエスだけが愛を定義することができます命を愛のために与えてくれたしなくてもよかったけども愛のために捧げた方真理恵みについての真理 憐れみにについいててのの理キリストの体においては議論がありますインターネット上でで挑戦しちゃってるんですねイエスの救いの道とかイエスの十字架の死とか神の愛があドこうだいろんなことを言うんです自分自身のイメージ想像によって神を形作ってしまうんですね人々はでもこれらのことの真理は私だとイエスは言ってるんですねですから私はこのことを真剣にとってますよと言うんですイエスは命です ギリシャ語でいくつかの命という言葉がありますね。その2つよく使われるのは「すけ」という言葉で生きているものの命その人間とか動物とかが持っている生まれた時に命があります。あとは息をし その生きているものとしての命があります。そのゾエという言葉は超自然的な命。それは神の品質の命。神から来る命。それは息をするとか意識があるとか物質的な命それだけではなくて超自然的な命であること。あなたが神聖した時にあなたの中に精霊が来るのでゾエがやってくるんです。イエスは言っています。私がそのゾエである。神の命そのものである。私はこの人間として 生きているものだけという意味ではなくて神の品質の神だけが持っている命の源のゾエであるというふうに言ってるんです。ヨハネの1章4節ヨハネはこう言っています。この方に命があった。この方に命があった。命はイエスの中にあるんです。このゾエ、神の命はイエスの中にあります。私たちの霊が満足する。 超自然的な安心それは主から来るんです主の中に命がありますそのような命はイエスの外にはありませんですから信者はその否定的な言い方ではないんですけど私たち人類ですね 命を探そうとすするんです信者であっても主とのの関係の外から求めてしまうんです例えば満足すること達成感とか報いを受け取る感じとか何か私が得ることができることで私の心の中の最も深いところを満足させたい「イエスさんまたのこと好きであなたは私のこと好きで」でもそうじゃなくて「 私のととに来ななければ神からの命はないと主は言っているんです私たちがそのことが分かって意図的に神の命をイエスのうちに求めるならば心が満足します私たちの偉大な報い私たちの霊的な生活の理解がそこから来るんです私たちの一番最初のアイデンティティはその神イエスから命を得るものというものなんです彼の命が 人の光であったゾイ神の命精霊様が私たちに住んでくれることそれが光の私たちの中のの中啓示理解の源です私たちは真理を理解します聖書を理解します救いを理解します私たち自身のこともその光明るくする光精霊の光によってこれが光であって 理解すするるとというその形状を当たることができます光は闇の中に輝いている暗闇はこれに打ち勝たなかったある翻訳をこう言ってますね暗闇光は勝つとでも闇は理解することができなかったとかまたはその闇はやっぱり光に打ち勝つことができないというふうに言うんですね私たちの心思いというのはこの光が その心とか思いにある暗闇よりも強いということですですから私たちがこの光に主と交わることによって私たちの内側に入ってくる許可を与えたらば暗闇にこの光が打ち勝つんです多くの信者は暗闇を追い出そうとする悔い改めることをするんですねそれはいいんですけれどもその家の窓をどこか開けておいて バケツいっぱい入っている暗闇を部屋から出そうとするんではなくて、その暗闇を出そうとしたら電気をつければいいんです。多くの信者たちは彼らの心の中の暗闇を攻撃するんですね。もっと悔い改めたりとか。もう私もちろんそれは信じてますけども。でも結局光が暗闇に打ち勝つんですね。光の方が強いんです。光は啓示なんです。理解なんです。ですから神についての啓示も来るんです。 イエスの外にはその光はないんですねイエスの中に光があるということです C です私このところとても好きなんですけどもイエスのうちに私たちは満ち満ちたものを見つけるこの方の中に全ての祝福が満ち満ちているということ痛みが完全に癒されることこの方の上に痛みが癒されたこの方の上に 私たちが理解できること以上の素晴らしい方私たちが地上に90年80年70年いるとしましょうあなたが体が痛いとか経済的に痛いとか拒絶とか失敗とかそういったことがあるでしょういろいろなプレッシャーとかもうたくさんのカテゴリーのことがあるんです私約束しましょうそれらのことから一瞬にして終わるんですそして永遠にそれらがないところに私たち行くんですもう永遠に。 イエスキリストのゆえにこれらの痛みは一瞬でなくなりますあなたを愛していますよ彼はあなたを愛しているイエスがすべてをなされてイエスは命なんですヨハネは目白で見ましたすべての涙拭き去ってくださる悲しみもない叫びもなく痛みもなく私は体が痛いとか感情が痛いとか経済的な痛み恥それらのこととても嫌ですもう1年10年 それでも嫌ですでもそれらのことすべて一瞬にして否定的な問題は解決するんですそれは一瞬にして永遠に解決します私たちはその中に信者としてしっかりと寝を下ろす必要があります私ネガティブなこと否定的なこと大事なもの嫌ですでも瞬間で終わるんですこの方が 全てですべ満ち満ちているんです全てのことあなたが願うこと心の望みで満ち満ちている方です第一コリント2章9節目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に思い浮かんだことのないものこれは人の心には大きすぎることなんですスティーブン・スピルバーグとかディズニーとかもうそれを足して1,000倍にしたとしても 思い浮かべることが想像することができないようなものが主のことなんですあまりにも大きいですから「主はとても高価なんですある人はこう言うでしょうでも今とても孤独を感じるしだからこのことをしよう私孤独嫌いなんです孤独にある痛みが嫌いですでもイエスの導きを捨てたくないでしょう信頼してくださいイエスが命ですそしてイエスはあなたが欲しいもの結果に願うことの満ち満ちている方なんです ああもう我慢できないもう無理だよ私たちは無理でしょでも大丈夫なんですあなたはそれを続けることができますよもう何年も何年も聞いてきましたもう無理だよ我慢できないもうやっていけないということを聞きますけれどもでもそう思ったらとどまってくださいイエスの命の中イエスとの関係にとどまってくださいイエスの外にはあなたが持っているイエスとの関わりの外には暗闇しかありません 私はもうこれ以上耐えることができないそう思うかもしれませんでもあなたはそれが可能なんです約束しますよそのもう我慢できない耐えられないという思いを頭から捨ててください心を騒がせてはいけません第一ント10章13節誘惑であなたがあったものでもそこから耐えられないことはありません 試練以上の耐ええる能力を神はあなたに与えてくれますですから、主が十分な力や恵みを与えないということはありません。あなたがそこに従順に立つならば。だから、私は耐えることができない。もうやめよう。実際のところはそうではないんです。あなた悲しいですか苦しいですかわかりますよ。あなたは人々から馬鹿にされてますかもちろんわかります。でも、あなたは、 我慢できないではないんです耐えられないではないんですプレッシャーがどんなものであってもそれは瞬間にして終わることができます私たちはそのような方をイエス・キリスト主として持っています E のところから話しますけれどもこの言葉は少し奇妙な感じがするかもしれません私のジャーナルから出てきた言葉なんですけれども私たちの聖なるイエス・キリストは私たちの聖なる白虫部になりえるんですその白虫部というのはですね、まあ聖なる白虫部というのは聖書に書いてある 表現ではありませんでもその意味はイエスを思うことイエスと会話することそれが私たちが避難すする場所なんです人生のプレッシャーとかいろいろ人生でとることがありますけどもああどこかに行かなければないどこかに行って逃避しなければ逃げなければならない逃げる場所というのは逃げる場所人間の例の逃げる場所というのはこの方との会話の中にあります。 それが甘い場所と私は言うんですね。私たちは 逃避する非難するる難ことができるこのプレッシャーととか問題が私たちを収めようとするところから逃げることがでできますですからしかしある人たちは人間の関係性で求めようとするでしょう。神の外にあるようなもの例えば罪の喜びで満たそうとするかもしれません。性的なことだけでもありませんけれどもテレビや音楽などのエンターテイメントまた忙しくすることで日々のプレッシャーから逃避するでしょう。頭がもういっぱいいっぱいになるかもしれません。 または薬を使うとか人間の霊というのは逃避したいんですプレッシャーとかがあまり多いと逃げ出したい逃避したいんですですから私はこの言葉を使うんですけども甘い場所一番大きな逃避することができる場所それはこのイエス・キリストという方との会話なんです 相互関係なんですイエスが私たちの最初の思いになるように例えば私たちがプレッシャーの中にある時にイエスのことを考えるそのううような関係の中にある愛する皆さんそれは。 クリスチャンとして生きることの栄光ですよ。キリスト教というのは地獄に行かないで済むとか、どっかに選挙に行かなければいけない。それだけではないんです。クリスチャンとして生きるということは、このイエス・キリストという方と永遠に相互的な関係を持つということなんです。パウロルはこのことを語っています。まあ、聖書的な言葉を使って言ってますけれども。 まあ聖なる白昼夢というのは聖書的な言葉ではありません、まあ、文化の中にはあると思うんですね、あのデイドリームというぼんやり考えているんですね、夢ではないけれども、考えて思っている、そういったことなんですけれども、4つの核となる真理の話をしました、それらのことを人は話している、思っている、そうすると私を逃避することができます、プレッシャーから逃げ出すことができます、私の感情とか心がさぐことから逃げることができるんです。 本当の生活から、現実な生活から完全に離れるんではないけれども、恥とか焦るとかから離れて回復することができます。パウロは言っています。これはローマの8章なんですけれども、命と平和の御霊というふうに書かれています。ローマの8章をぜひ読んでほしいんですけども、とても重要なんです。これは、この箇所がとても重要だと言ってるんですけども、 そのアイディアはもしあなたが思いを普通の人間的なことを神ではなく肉のことで考えるならば答えは死ですよ肉の考えることは肉です死ですということ。 肉の思いは死でありとありますね。6説ですけども。でも、あなたがこの主と御霊と会話をして、これらの真理と聖霊様と会話をするならば、私たちの弱さにあっても、そこには平和と命があなたの心にあるということなんです。イエスはこう言いました。14章の6節なんですけども、こう言ってますね。誰も父のもとに、 私を通して出なければ行くことができませんとイエスはとてもはっきりしています彼のミニストリー3年半全ての時を通してですけどもとてもはっきり彼は言っていますこれは聖書の中で最も嫌われ抵抗される真理の一つなんですそれはイエスが唯一の道であるということなんですですから自分が神よりも愛があり 賢いと思い込んでいる人たちの議論に誘惑されて巻き込まれてはいけません彼らの方が救いを神よりもよく理解しているとか思う人たちがいるんですその人たちが思い込んでいる神みたいなものは他の方法に救いがあると言うんですね大学の若者に行くんです それらのことを聞かないでください。それらのことを信じないでください。それらの考えというのはその人たちの方が神よりも愛があるからこの神がしているように全宇宙を支配するよりももっとできると思っているんですね。星を数えてみてください。目で見える星も1万個ぐらいありますけれどもでも何億もの 銀河があるんですね小さいものとかも入れるとですからあなたが神ご自身よりも賢いから他の救いの道があるはずというような考えをしないで星を見て「ああそうでしょうあなたは賢い方です」と思ってください。 ああもしかしたら私はこの星を全部見えないように見えないこと分からないこともあるんだとでもこれらの考え方はすごく今人気があるんですね大学では信者の中であったとしてもすごいなと思うんですこの神の言葉を信じないということが何かかっこいいものとされているんですいや私はでもこう思うんだよね神の言葉じゃなくてっていう人たちがいるんですいや神が言ったことは神が言ったことでしょう 神が言ったこことととをを受け取りまましょうと思う思んですすのてか私は道だから私をどこに行くか知っているでもあなたはすでに決めていることがあってあなた自身の計画がそれを見ることを妨げているよっていうふうにイエスは何回も何回も言っているんですこの箇所が私はそういうふうになりたくないと思わせるんですこの会話の流れを妨げてしまうそれは神の言葉を 敬わないことによってイエスは神についてのいくつかの真理を持っているわけではなくてイエスが真理なんです。ある人にとっては攻撃的なんですね。イエスが唯一の道で救いのための名前だと。でもイエスは恐れなく語っているんです。それはイエスが真理だからです。 多くの嘘がありますそれは神に行くための道がたくさんあるというふうに言っていますその人たちは自分たちが神より賢く愛があるそして神と違う方法で全宇宙を支配することができると思っているんですでも私たちはその神の道唯一の道にもふさわしくないんです 本当は1つの道素晴らしいんですけど私たちこの1つの道が必要なんですけどもふさわしくないですねその5つとか10とか100とかでも哀れみによって私たち道を作ってくださった自分では道を作れないんですよね払うことができないんです高価な道を作ってくださいました。第一ペテロ4章の18節こう言っています 偽人がかろうじて救われるのだとしたら「神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうか」とあります。義人もうじて救われると言っていますね。ねこの箇所を何回も見るんですけどもすごくえっと思うので私たちが若かった時にこれはどういうことだろうかろうじて救われるえ救いてただじゃなかったのかと思うんですね。思ってたんです かろうじて救われるとは私が信じるのが難しいではなくて神が道を満たすためにどれだけの価値がかかったかということなんですね。大きな難しさこの生贄を神が与えたということ神が人となったイエスが人となった時にそれは永遠に人となられました人となって死からよみがえって父のもとに行ったらあ「あそれは大変だったもん私は人間ではない」ではない。 もうただの神に戻りたいそうではないんですねイエスが主が人となって永遠に人であり続けるんですこれは本当に高価なものですねもちろん100%神なんですけども100%人それが永遠に続くんですそしてその完全の中に生きるということ一度もイエスが私たちの罪のためのいけにえにふさわしくないと言われたことはありませんその 罪のないものが罪のあるものの代わりに死なれたということだからそれはとても犠牲があるんですある翻訳はこう言っています私にとっては納得しやすいところです第2コリントの5章父はイエスを罪とならせたどういう意味でしょうかイエスが罪となられたどういう意味でしょうか 私たちの頭は理解することできません。なぜでしょうか。私たたちが神の義となるためですあなたが申請した時に受け取った所有している義というもの。その義のクオリティが素晴らしいんです。だから神によってもこれ以上良い義ということはできないんです。もう神の義なんです。今から永遠あなたが申請した日に受け取った神の義というもの。 は全く変わらないんです。あなたが救われた日から、今から1億年とか2億年過ぎて、も全く変わらないんです。神の義とされた。そのためにイエスが死なれたんです。本当にこれは驚くべきことです。牧師たち、そして教会も、神学校も。P. H. D.、神学の学者。いや、この神の考え方、ここはわからない。御子を生贄にする。どういうことですか。わからない。 ですからもうそういうことを議論するのはやめてください。神が払った代価、人々のプライドとか傲慢さ、それよりももっと良い愛があるというならばもうそういうことやめてください。人々が議論することありますよね。もう聞くことできません。怒りたくなっちゃう。神が支払ってくださったどれだけの いろいろなことを人々は議論するんですでも全てを捧げた人愛のためにその方が答えを持っています私たちがこの人どうなのこの部族はどうなのとか言ってる時にも全ての答えまた私たちが出す答えに勝ってとても良い答えを持ってるんですそういうことでもえ「えなんでんで?」ってまだ思っていたら外に出て星を見上げてください。見ええる星全部数えたらあ 自分に考えないといけないことがあるわからないことがあるというのがわかると思うんですなんでこのことどうするのと思ってることの答えは全てその方にあるんです神の知恵が足りなくなるだから自分でやらなければならないそんなことは決してないんですローマ書7章に行きましょうイエスは主か強人かそれとも嘘つきか C.S. の有名な議論彼が議論を始めた人ではないんですけど彼はその話を広めたんですね覚えてます大学の時ですね70年代彼の本を読んでいましたけれども私たちはイエスの話それはイエスは主か強人かそれとも嘘つきかというですねこの CS ・ルイスというのは素晴らしい作家なんですけれども A のところから、まあ「あなたこの話を聞いたことがないかもしれないので話をします」ウィキペディアから見つけたんですけれどもこの説明の仕方ですねもっと詳しいことを知りたい方はどうぞ自分で調べてみてください。 覚えていますこの彼のしたこの議論によってすごく興味深いなと思ったんですルイスはイエスを神としては否定するが優れた道徳的教師としては称賛すると主張する人々に対する議論を広めたのであるあ彼は神じゃないけど良い道徳的な教師だと言う人たちがいましたルイスはですねいやそれは納得そんな話はおかしい話はないよと言ってたんですねでこう言ってたんです ですから私は人が愚かなことを言うことを防ぎたい多くの人がイエスについてそういうふうに思って語っているんです例えば私は彼が偉大な教師ということは受け入れるが神としては同意できないそれがいいでしょうと思ってるんですねその 人道主義の方がいいけど彼の教えもいいけどでも神ではないと言ってるんですでも CS ・ルイスはそのような議論から人々を私は守ることが第った守ることができると言ってるんですね例えばイエスをただの人だとしてみるならばその人が「 イエスご自身が言われたようなことを言っていて素晴らしい道徳の教師だというわけがないでしょう。なぜならばどちらかというとイエスを愚か者として言うことはできる。なぜならばイエスは自分が神であって私だけが道であるというならばでもそういう人を偉大な道徳の教師というのか悪霊に疲れてるとかまたは主として礼拝するかどっちか。でも神と言ってるけれども神ではなくて偉大な教師だ。 そんなこというのは本当にナンセンスであるとシエス・ルイスは言ってるんです。シエス・ルイスの言っていた方法のポイントはこれです。こう言ってました。イエスは神だと言っていましたねと。そうであるならば、また、真理か偽りかということで分かります。真理であるならば、神であって受け入れましょう。真理でないということになるならば、2つの選択がそこから出てきます。1つ目ははイエスは 自分が真理ではないと知っていてただ嘘をついていた人々に嘘をついていたもう最初から最後まで嘘をついていたかもっとひどいことにもしかしたらイエスはそれが真理であるということを知らなかった神ではないけれどもそのことを知らなかった要するに精神的な病を持っているとイエスは自分が神ではないということをしていたけどもでも自分が神だと言っていたと。 嘘つきか精神病患者だという言い方をするそうでなければイエスが神で主であるということそしてさっきも言いましたけども偉大な道徳の教師ならばもちろん定義として嘘をつくということはできないんですね偉大な道徳の教師であるという人がこんなに自分が神であるなんていうことを自分が神でないならば嘘として言うことはできないでしょう そして精神病患者だということもこれはとても引き延ばされることであってなぜならばイエスの教えがあまりにも素晴らしいことでもう本当にこの憐れみも強さもとても素晴らしいものその精神病患者だという人がこんなことをすることは不可能だそして嘘つきがまた精神病患者でもないならば何でしょうか真理なんですねこの3つの論理的な可能性から見た時にも 神ではないけれども偉大な道徳の教師だということも違うことになりますね。素晴らしい教師であって神なんです。そして嘘つきであるならばその神でないのに知っていてそれらのことを教えるならば精神病患者かもしれないけどそれではないですよねもうと。とてもシンプルな答えなんでですアアメメンンしょうかアーメンです。 イエスが嘘つきか精神病患者かそのような議論を使ってもあなたのことが語られなければならなかったおかしなことですけれども私たちは自分たちの霊の中でしっかり確信したいんですイエスのうちに命があるということですからゾイ神の命というのはイエスの外にはないだからそれをイエスの外には探しに行きません ここにいる部屋の人たちはもちろんそのことをしっかり確信していると思うんですイエスが真理であるその救いに関しても救い他には救いがないということイエスが失敗したということはありえないんです。 ある人たちはえっと思うことがあるかもしれませんけれどもでも私チャレンジします。歌舞の御言葉を読んでください。そしてこう言ってください。主を私に教えてください。見せてください。今この文化の中ではそれらのことを疑うそして信仰から離れるようなことが盛んになっていますから主を暴れんでください。主のイエスの中にしか命がないということの中にしっかりととどまることができますように。そして私たちは 死ということを問って一瞬で祝福に満たされて痛みがないそのことにイエスのゆえにこの栄光の中に入っていきますイエスが誰かということの性質その本質私たちはあなたを愛しています私たちはあなたを愛します天皇とあなたの前に私たちは立っていることを感謝します